はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、散歩け、の実況をしていきたいと思います。というわけで、バージョンアップというか、更新が来たので、バージョンアップじゃないかな、お知らせをチェックをしていきましょい。というわけでですね、新しく三国ダメージ計略ガチャというのが来ております。5月8日から5月17日まで。これはね、嬉しい人は嬉しいですよね。まあ私も強いて言えば嬉しいっちゃ嬉しいです。まあ、この間周遊引けちゃったからあれなんですけどね、周遊書くかなかったからって言って、ね、まあね、月記は持ってたけど、過去月記やっぱりちょっとね、周遊書くかに威力見劣りしちゃうんだよね。まあでも、まあね、女性武将というか、まあそういう補正はあるかなって感じですけどね。はい。ほう。リクソンは派遣追加武将のため対象外。派遣追加武将。そうか。派遣で、そうか、派遣。そっか、派遣ってそういう補正あったんだけど、なんか、あんまりもう、最近あんまり意識してなかったな。そっか、あっちの、そうだな、派遣で追加、そう、ガチャ以外のところっていうか、派遣でガチャに追加されるみたいなパターンでしたっけ。はい。まず今、バリネオキでございまして。各が学校劇周遊と、順育、王と、順遊、王越、諸葛金。なるほどね。じゃあ、だからダメ系武将が出やすいよということになってるわけですね。個人的に言うとね、もう各かだけなんだよな。回すかどうか、これを回すか否か。まあ、実際ダブっても、むしろいい。絆が手に入るから、ダブ、むしろ、あれだよね。最終的にね、レベルマックスもそうなんだけど、今だとレベル80なんですけど、むしろどっちかというと結構進行度を上げて、計略の威力を上げたりとか、知力を上げるっていう方がいいんだよね。あと、まあ、武具進化が。した方がいい。こうやって見るとあれなんでね、ベースの知力ってあんまり一応変わらないのか。ベースはね。格下が117、月気が105、周囲が110っていうね。そこまでね、下降月気が弱いわけでもないんだけど、やっぱ下降月気って知力上がんないんだよね。あの、武具とかで。多分その差がでかいんだろうな。なるほどね、といったところでございますね。回すか否かちょっと悩むね。これね、今ぐんぐんになっちゃってる。すごいな、寝ぼけすぎてて実際今私の加工月期が120までいってるんだね。だから進行度が上がってるから120までいってるんだ。でしかもレベルがまだ71なんだよね。だから80まで上がればもうちょっと知力上がるんだけど、周囲がレベル低いから何とも言えないか。今70しかないけど、でも周囲言ってあれなんですよ。多分武具がね、武具が多分、もうちょっといいやつつくんだよね。いいやつっていうか、知力上昇の武具が多分あると思うんだよね。ちょっと長押ししちゃったけど。そうだね、勝敗とか確か知力上がるんだよね。ほら。ね。街頭でも知力上がるし、勝敗でも知力上がるから、ここがね、周遊が強いところだよね。多分、下降月期よりも強い。多分、各科持ってないから分かんないんだけど、まあ多分、武具でも知力上がるんじゃないかなと。だいぶ変わりますからね。武具の差、でかいです。で、他にお知らせはあるかな？特になさそうですね。了解しました。さあ、ガチャ。一回だけ回す？なんか、
強いて言うと新規武将がいるわけじゃないんだよね。まあ別に強いて言うなら、まああとはまああれかピックアップ、まあでも角が欲しいな、角が引いちゃうか引いちゃうかとか言って引けるほど甘くもないんだけど、引いちゃいますかね角がね。なんか逆にこの間周囲を引いたのが若干悔やまれる感があるんだよな。なんかもうもっとなんか周囲を引いてなかったら角か周囲どっちか絶対引くぞみたいなテンションでいけたんだけど、なんでしょうねこの感じね。いや全然いいんですよ、引けてるのはいいことなんだけど、加工撃機がまあもうマックスになってるから、逆にまあ加工撃機ダブっても一応絆は増えるからねっていう話ね。まあそんなねそんなまああれなんだけどさ、ハーキみたいなやつ、こっちかバリネムですね。しかしまあ言うてよね、他の武将も出るからね。めっちゃ低いからね、 0.041。 あ、これはあれか、単発か、10連するともうちょっと確率上がるよね。あれ変わんねえあ、そっか。お父ちゃんもマックスになってんだよね。まあいい。どうしようかな、でもなんか今2000でしょ、なんかもうちょっとどうなんだろうな、前やらかしてるからな、ほんとがっつり回してっていう。でも何年かでむしろ引きが悪かったのかな、あの時いくつ残してたっけかな。いやでも炎症の時、炎症っていうか官軍の時って結構回したような、まあで回しちゃって残りが少なかったんだよったけど、1000ぐらい残してたのかな。1000かな、1000って少ないか、でも3回しか回せないもんな。じゃあよくまたデフォが4300でしたっけ。そういう意味でステップアップガチャの200って結構優しいよね。200、あと1回200回しといてもよかったかなってちょっと今思った。そうか、デフォって300でしたっけ。なんか副賞が200とかだったりしてるから、なんか感覚がそうだよね、普通のレアガチャとか300だもんね。そうか、だからステップアップガチャって優しいねって感じか、どっちかっていうと。でもなんかやだよね、200で回したらさ、なんか300までまた回したくなったりするかな、心理的に。悩ましいね。ということで、うだうだ言ってもしょうがねえ、一回回すか、レッツゴー。回してしまった。絶対なんか角かを引こう、もしくは持ってない武将。お、夜だよ、桜がない、普通扉、中途半端だな。お昼でこれやったら昇格やって言えそうだったんだけどな。どう昇格しねー、終わった。じゃあバトーさん引いてくる。じゃあマカマックス、オベちゃんマックスだね。オベちゃん出やすいんだもん。倉庫マックス、倉庫、こっちの倉庫マックス、マックスばっかだ。装飾もマックスだよね。おい、一石マックスだね。やべ、進展がない。お父ちゃん引いたね。マックスだよ。テイクマックスだね。装飾マックスやね。うーわ。回さん方が良かったレベルやな、これ。はい。いや、でもまあ、チャレンジすることは重要ですから。重要ですから、はい。致し方のないことでございます。はい。あと、装飾ってダメ系とかそういうレベルじゃないの。そもそも星3って別にピックアップっていうか、なんか確率上がってるわけじゃないのか。装飾。どうした？終わったー！なんかすげえ。なんか、心残りが。そうでっか。この辺今、あれだもん、派遣でもらっていくから多いんだよね、多分ね。特にあとはいいかな。ラオチューもらっとく、ラオチュー。なんか1000ないと嫌だな。
お買い上げありがとうございます。最後キープしてね。肉って、お肉も肉なんとか。お買い上げありがとうございます。やば。まあね、派遣で稼げてたとこは多いんだよね。なんですか？しょうがないからね。ネティズン仲間って交換できるようになったね、おかげさまで。そう、こういうとこあるから。まあ、とりあえず、特売分は抑えてたよね、やっぱりね。お買い上げありがとうございます。あと1回やけど、まあ、あとはまあ20日あるから、まだいけるかもね。あと1回でしょ。なんでね、で、副賞分の絆結局今回使えなかったんだよね。リンリーちゃんとアンリンちゃん育成したから。で、多分そろそろ、あれですね、レベル80になる、レベルっていうかランクが80になるんで、したらね、エリザベートちゃん80レベルにして、威力検証しようかなというところですね。ちなみにね、レベル75だとね、まだなんて言うんだ、デイリークエスト、曜日クエストの、弓兵の最後、超級か、倒せないんだよね。まあ一応いつも隠し使ってから撃ってるんで、自分でやる分には一掃できるんだけど、他のみんなというか、援軍で呼んでいただいた時に一掃できないんで、ね、多分レベル80になればやれんじゃねえかななんて思ってるんだけどね。どうでしょう。あとは、俗人のクエストをクリアしていくだけかな、しばらくは。で、ランクの章。しばらくはね、デイリーやりつつ、ちょっと休憩かな、また。まったりやっていこうかなと、私は。まあ、現状今ね、メインクエストもやるところが今ないので、はい。一応きっちり終わっているので。まあ、派遣ちょこちょこ飛ばしつつ、まあ、曜日クエストを毎回やる、デイリーミッションも、終了させつつ、スタミナは、このランクアップの章にバンバン使っていくと。まあ、ここは鍵使うだけでスタミナほぼかからないからね。で、この鍵26本でまず鬼キーを全部クリアして、あとはまあ、もらうもんもらっていく感じかな。適材適所。で、ジョフジンの、ね、多分ね、前回もできたんで、ジョフジンも、多分もらってる分だけでいけるかな。なんか、進行度マックス。いけそうな気がする。多分いけると思います。そんな感じです。ではでは、お疲れ様でした。バイバイです。